作館学院修習時限定講座パッケージの授業講師の作館です。今回紹介するのは1991年にバップがファミリーコンピュータ向けに発売したベースボールファイターです、はい、でまあ側面がこんな感じですね。 FF マークだったりね、まあいろいろ注意表記があったりして、で裏面という作りになってます。でパッケージ見ていくとですね、一応表面は FF マークとかバップのロゴが、バップゲームのロゴがあったりして、あと12球団のねマスコットキャラがついてるね、このマークが出てます。まあ今ではない球団もあるんでね、今見るとわけわかんない人もいるかもしれません。はい。でまあベースボールファイター、ベースボールファイターってね、あのファイターの愛の字の上がボールになったりとかね、あとあのカタカナでベースボールファイターの表記があったりとか、あと下にプロ野球12球団公認野球ゲームっていうアピールがあったりしますね。で巨人の選手がボールを投げ、これ投げてるんで、このでっかい選手が多分このボール投げてるんだと思うんだけど、そのボールより前にこのどこだ、ヤクルトスワローズの選手がバッティングしてたりとか、あとカープの選手が走ってたりとか、ドラゴンズの選手とこのあのキャッチャーと、キャッチャーどこのチームなんだろうと、審判とのこの距離関係がよくわからなかったりする、あの表面のデザインになってます。何一つ褒めてないな、ちょっと。はい。で裏面プロ野球12球団公認野球ゲームアピールしてますね。でファミコンロムカセット3メガバッテリーバックアップ付きで、バップのロゴがあって、画面写真2点あった、3点かあって、説明が載ってます。でプロ野球で遊ぼう、プロ野球12球団の選手は全て実名、もちろん最新データで登場、迫力の立体画面、操作に慣れる練習モード付き、130試合を勝ち抜くと日本シリーズが待っている、データ変動性、記録画面も充実のペナントリーグモード、野球仕事人として毎試合ポイントを稼ぎチーム優勝を目指すオープンリーグモードってことで、まあなんかいろいろあるんですけど、これなんでこのプロ野球12球団公認野球ゲームってすごいアピールしてるかっていうと、もともとねこのスーパーリアルベースボールの、ね、流れを組む野球ゲームなわけですよ。これ初めてあのファミコンの野球ゲームで、あの選手名を実名、球団名実名を使ったゲームなんで、その流れがあるよっていうのを、あのこのいかにスーパーリアルベースボールという名前を使わないで、あのこれもすげえんだよっていうアピール、まあ、当時はもういろんな野球ゲームがね、あの公認になってたんですけどね。で一番最後下、ここ電話で君の成績や記録をバップに送れるテレコンシステム内蔵ってこれあるんで、これ誰かこのテレコンシステム今でも採用っていうか、あの動いてるか確認してみてください。で報告ください。以上作館でした。